回は初めて動画でフルメイクをしてみたいと思います。プライベートでも夜お風呂入る前とかに遊びでちょこちょこっとメイクするぐらいなので、なので真面目にやるのは初めてです。メイク上手な方の動画たくさん出てるので、メイクのやり方を知りたい方はそちらをご覧ください。で、中学生はこんなもんだっていうのを見てくださいこの動画ではぜひ温かい目で見ていただければと思います。では使うものを紹介します。まずミルクリーム、これが下地です。で、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー、エチュードハウスのウォーターティントストロベリーシロップ、エチュードハウスディアダーリンウォータージェルティントのピーチで、素顔のピンクのスフレカンチーク&リップ、ビッグアイズのアイシャドウ、隠しマストのウルトラカバーコンシーラーライト 12g、 12g まで言っちゃったデジャブのマスカラです。不老不死モテライナーのリキッドブラック、これはママからもらったミラクルロマンスアイライナーブラウンです。これ薄いです、すごいこんな感じで。こちらはキャンメイクライティングリキッドアイズ01番、これ涙袋用のやつです。ビューラー、前髪留める用のピンです。ではやっていきます、レッツゴー。まずは前髪を留めます。前髪留めるのがね、あのメイクの始まりです眉毛は相変わらず太いです。太眉がチャームポイントです。あの、なんかめちゃくちゃ伸びがいいし、なんか緩いからここに指突っ込むと大変なことになるので、蓋についてるやつを使います。で、なんかもう5点置きとかすると伸びすぎちゃってやばいので、3点ぐらいでいいです。やばい、白いなんか本当はスポンジでポンポンするのがいいらしいんですけど、私はそんなことはしません。まぶたらへんはなんか肌が薄いから伸びやすいらしいので、そこだけポンポンします。めちゃくちゃ白くなりました。で、めちゃくちゃ今ベタベタしてるんですけど、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーをやっていきます。こんな色です。では塗っていきます。あ、そういえばここに鏡あんじゃん、せっかくなので使います。で、なんかベタベタしてると嫌なので、それがなくなるまで塗ります。あ、サラサラになった。OK です。次はどうしようかな、忘れてた、コンシーラー。どうしよう、コンシーラーいらない、いる、いるか、クマあるから。じゃあコンシーラー忘れてたんですけど、今日はパウダーもうしちゃったのでやめます。じゃあ次はこのビッグアイズ、びっくりした、なんかめっちゃビッグアイズってビッグ書いてあった。メイベリンビッグアイシャドウ PK2 です。 3.2g で、ここに入ってるチップで塗っていきます。一番薄い色をこう取ってアイホール全体に塗っていきます。なんか適当に指で伸ばして、一個この下の色をあの二重幅全体に広げていきます。右目は二重なのに左目は奥二重なので、ちょっと変な感じになるんですけど、一番濃い色をキワキワのところと、あとこの目尻のこの3分の1の下のところに塗ります。こんな感じです。で、次ミラクルロマンスアイライナーブラウンで、あの涙袋の線を描いていきます。こうやってやった時のこのここに塗っていきます。こんな感じです。で、反対も、はい、なんとなくぼかします。これを塗ります。ラインティングリキッドアイズ、こう開いた時のに塗って指でぼかします。横に
今更アップにします。涙袋は完成です。なんかクマ隠すの忘れたのでなんか変なんですけど気にしないでください。ビューラーをやります。なんか肉挟んじゃうんだよね。目が乾く。めっちゃ上がった。やばくない？上がりすぎ。よし、上がりました。アイライナーいきます。はい、今日アイライナーやばくない？はい、で、反対もちょっと左が本当にやばい。左目さ、こうやってやったときアイライナーがさ、奥行くんだけど。 左目は奥二重なのに、右目が二重だから全く目の形が違くなっちゃってるんですけど、気にしないでください。眉毛はこのままいきます。何も描いたりしません。マスカラしていきます。デジャブ。素顔、スレカンチーク&リップ、華やかピンク。ちょっとでいいです、これ。めっちゃ伸びる。で、こう洗った時の、この、ここら辺に塗ります。で、これめっちゃサラサラしてます。使った感じ。血色が生まれましたね。じゃあ、リップを塗っていくんですけど、最近私はエチュードハウスウォーターティント01番ストロベリーシロップとエチュードハウスディアダーリンウォータージェルティントのティントを使ってます。で、この2つでグラデーションするんですけど、まずこのウォーターティント中の方を塗っていきます。切って塗らないとめちゃくちゃ濃いので、こうここで切って塗ります。これにさーっていって、ムーンムーンってします。で、そうすると奥につきます。こんな感じで、こっちの方がだいぶ薄めなので、これをこっちの方に、か塗って、えうんうんうん、まん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 、完成です。ティントなので落ちにくいので、もうだいぶいいと思います。完成しました。こんなに目をちゃんとやったことなかったので、なんかとてもやばいです。以上、参考にならない中一のフルメイクでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見てね。